災いのカラス。5月上旬、ガリア軍の反攻作戦は思うようにいかず、中部戦線は停滞していた。対する帝国軍はガリア北西部への侵攻作戦を開始。ガリア全土の半分が帝国軍の占領下に入るのも時間の問題だった。状況を説明する。よく聞いてくれ。警戒を怠らないように。では行くぞ。本日から新しい隊員が入隊することになった。よろしく。46、クラリッサ・キャラハンと申します。転属する前は衛生兵でした。何かあったら声をかけてくださいね。今から話すことをよく聞いてくれ。
理解できたか？よろしく頼んだぞ。よく来たな、犬ども。レベルアップだ。いい仕事をしたな。新しいオーダーの発令を許可する。無駄にするなよ。お客様じゃなくてお金様ですよね。それ新しいんですよ。欲しくなってきましたか？新しく狙撃兵が選択できるようになりましたよ。警戒を厳にしてくれ。油断するなよ。私の番ね。
しろ。俺がついてる。手を引く必要。慌てなくていい。お前敵撃破。目標敵の確認。一気に行くよ。Thank you.
達だ。そう、やりやがったな。
こね。やった。へえ、やる。行動開始。当たって。私、体が丈夫なんだよね。私の番ね。そこね。行きましたわ。敵は強いよ。逃がさないで。反省点もあるが、納得できる戦いだった。殿下、イエーガー将軍は間もなく参ります。うん。この要塞でのお暮らしに不便はございませんか。くだらぬことを気にするな。貴様は勝つことだけを考えておればよい。は、失礼いたしました。悪い、遅くなった。殿下を待たせておいてその態度、無礼な。よい、控えよセルベリア。はい、殿下の仰せのままに。では揃ったところで私から戦況報告を始めさせていただく。北部方面軍は北部の中心地ファウゼン攻略を目指し、周辺地域制圧を進行中です。沿岸地域及び港湾施設の接収も完了し、ラグナイト鉱山の資源を海路で本国へ送ることが可能となっております。少々手こずってるな。ファウゼンの守りはさすがに固いか。兵力の消耗を避けるため確実性を重視したまでのこと。今後を見据えてのことだ。では次にイエーガーの報告を聞こう。南部はすでに1ヶ月前から安定した戦線を構築済みだ。ユエル市を拠点とし、クローデンに補給基地も作った。ただ南部は河川が多く、大部隊が渡過可能な橋梁が少ない。また南部にはガッセナール城というガリア軍の拠点があり、いささか手を焼いている。まあ補給線を立てば落ちるのも時間の問題だが。早めに潰した方が良いのではないのか。そうしたいのは山々だが、中部戦線も支えないといかんのでな。セルベリア、中部の状況は思わしくないのか。中部方面はバーゼル峡を奪還されてから膠着状態が続いています。ガリア軍の主力は中部戦線に集められており、首都ランドグリーズを防衛する構えを見せています。ガリア軍が中部に集結しているうちに北部と南部の制圧を進めていけば、我が軍の勝利は
揺るぎないものとなりましょう。1ヶ月でランドブリーズを落とすはずだったのだがな。軟弱なガリア軍とはいえ、最終防衛ラインは死守したというわけです。しかしすでに我が軍はガリア領の5割を占領済み、勝ちは見えております。北部のファウゼン、南部のクローデン補給基地、この2つの拠点を中心に中部と連携を取ればギルランダイオ要塞からの長い補給線に頼らずに済む。最前線への補給が楽になり、兵も拠点で休ませられる。長期戦でもこちらが有利だ。殿下の勝利をお約束いたします。勝つための手段は幾重にも巡らせてある。我が手に欲するは完全なる勝利だ。